はい、皆さんこんばんは。御殿場新見チャンネルの時間です。今日も新見市新見の御池手の内蔵ギャラリーのスタジオからお送りしてまいります。今日も2人だけなんですけどね。はい、はい、でもまあ盛りだくさんでお伝えしたいと思います。はいはい、それで坂本さんの声ちゃんと入ってる？入ってます。はい。で、今日お伝えする話題なんですけど、先週の土日、新見ではひな祭り終わった次の土日なんですけど、いろいろイベントがありましたね。いろいろじゃなくて三光さんのイベントね。はい。新見市の鉄製町の三光酒造さんで新酒祭りが行われました。以前このチャンネルでもお伝えをしたんですけど、三光酒造さんにお邪魔してね、奥様とか常務さんのお話を聞いたときに、3月になると新酒祭りやるよというのを聞いてて、で早速その取材に行ってきましたので、ちょっとその VTR 見ながら、見ていただきながらちょっとその紹介したいと思います。はい。3月8日の日曜日は非常によく晴れました。7日の日はちょっと雨模様だったんですけど、で、すごい人だったんですよ。台車をしてる人がいたりとかですね。ここは例の花の蔵ですよね。花の蔵の前に特設テントがあって、ここで甘酒なんかをね振る舞われてましたけど、でほら奥さん、はい、京子さんがちゃんとお着物を着て、はい、受付されてましたけど、それからこの花の蔵の中でビデオの上映がされてましたね。新酒はどういうふうに作られるというのがね、ここでこういうビデオを応援して、でこれほら奥さんがほらお花とかいろいろされてるじゃないですか、お茶とか。でこのディスプレイをですね、いわゆるこれテーブルコーディネートみたいなもんですけど、2つこの酒樽をほら改造した机の上にですねディスプレイされてて、で奥の方へ行くとこういうふうに新酒をですねここでいただくんですけど、日の口のこの朝絞り、この日絞ったお酒がどんどん出てきます。皆さんねケースで買うんですよ、一般の人が。すごかったですよ本当。はい、ということでちょっとビデオで見ていただいたんですけど、最後のところのシーンはですね、あれなんですよ、あそこでほら水上さんのところが獅子肉とかすぐよもうお店が何百メーターが鉄線の方に走っていくと水上さんの商店があるんですけど、はい、そこで獅子肉の豚汁というイノシシ汁を振る舞われたり、まあお祭りですよね。だから地元のものもあそこで食べれるようなのを事務所の前でされてたのがちょっと最後に、ちょこっと映像であったんですけども、もう甘酒も飲めるしね、でそういうちょっと地元のものも食べれるしというようなコーナーもあり、でもね皆さん一番のあれですよ、お楽しみというのはですよ、この新酒をですね求めに行かれていると。この7日と8日の2日間だけのお酒が買えるんですよ、この2日間だけね、年に。日の口というここの三光酒造でとっても美味しい特別のお酒ですが、それのこの日朝絞った、それも無濾過 で熱処理をしてないという、まあ、生の酒ですね、それがまあこの日は買えるということで、それをここでしか買えない、酒屋さんで売ってないということで、まあ、皆さんが買い求めに行かれているというようなまあ、とこでした。はい、これはまあ入り口の写真ですけども、それでですねびっくりしたんですけど、僕も1本いただいて帰って、はい、おいしくいただいてるんですけど、はい、でこの、まあ、日の口の朝搾りというのは、まあ、お酒のちょっと、ね、説明からしていくと非常においしいお酒で、何がおいしいかというと、そのろ過は無ろ過ということで、ろ過をしてないというんですが、濁り酒じゃないんですよ。よくね皆さん無ろ過の酒というと白濁した濁った酒というふうに思われるかもしれないですけど、ちゃんと絞ってありますから、絞ってあるのでちゃんと透明なんです。だけどその後の細かいフィルターをかけたり熱処理をして発酵を止めたりしてない、いわゆる生のお酒なんで、
もう作りたてのだから絞りたて作りたての日本酒という感じなんですよね、タンクからの。だからそれがどん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 そのタンクから出てきたやつを瓶に詰めて、でどん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 そのまま売ってる。だからもうラベルも何もない、本当にもうそこで絞ったままのやつを一升瓶でもらって帰るという お酒なんです。だからね、ワイン、白ワインを飲んでるような感じですね。だからなんかね、日本酒のイメージでその日本酒の器で飲むもよしなんですけど、今流行りの若い人なんかにはその白ワイン感覚で飲んでもらってもフルーティーでね、でそんなに生酒っていって発泡酒みたいにふわっと発泡をしてるわけじゃないんだけど、フルーティーでちょっとそういうそのまだ発酵を止めてないからちょっとだけどういうかな、その爽やかな、発泡までいかないけどなんかあるんですよ、スッとするものが。だからね、本当になんか美味しいね白ワインを飲んでるような感じで、だから日本酒苦手というような方、特に今の若い方は日本酒はちょっと口に合わないと言われる方もですね、この朝搾りを飲むとですね、あ、日本酒も美味しい、日本酒って美味しいんだなというのがね、坂本さんお酒飲まないから分かるんだけどそういうお酒なんですよ。だからね、もう今8日の日にね買って帰ってから毎晩ね一杯だけね楽しみに飲んでるんですけど、本当美味しいです。でそれを求めて、皆さんこの3月のね来週の土日に買いに行かれるんですが、さっきの話の続き、僕は1本だけ買いました。すぐ前のおばちゃんは20本、で親戚に配るんだって言ってました、少ない人で。次にねカメラをね回してたらね、次そこで遭遇したおばちゃんは45本とか言ってるんですよ。45本で、だから、ね、普通にそれをはいはいとかで受けて、さっき見たでしょ、なんだケース、はい、ケースがね、はい、これどんどん出てきて、で台車が勝手に出てきて、もうなんかね酒屋さんが買いに行ってるんかいうぐらい一般個人の人が買っていくんですよ。びっくりしますけどね。でそれをみんなその何十本と買っても知り合いの人に、もう年に1回のお祭りだからこの日しか飲めないお酒だからということで、あげたりとかで、また親戚の方に送ったりとか。だからね、宅急便のね発送場まであるんですよ。そうこの買って次のとこ行くと、はいはい、テーブルがあって宅急便屋さんが来てて、そこでガーッとみんな書いて送ってるんですよ、知り合い親戚にね。まさにお祭りです。楽しみにされてる方いるでしょうね、今年もそろそろそんな季節かなと、多分送ってもらうのを楽しみにしてる人が、ね、届いた春のお酒が届いたというような感じでね、待ってらっしゃるんだと思いますけど、でさっき言ったこのほら花の蔵のね、花の蔵でこのビデオ上映やってますけど、この右の方ですよ、この入り口のところでは3個のお酒は、まあここでもうものすごい種類いっぱい置いて売ってるんですけど、それこそ濁り酒もあるし吟醸水もあるしなんだけど、まあねほとんどディスプレイしてるだけみたいな感じで、皆さん素通りしてこの真ん中のところからどん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 その朝搾りのね、新種の朝搾りを買いに行ってると。一番の目的はもうそれですよね。それを買いに行かれてる、まあすごい賑わいでした。でさっきちょっとビデオの中で紹介しましたけど、奥さんがほらされてて、これ写真でも撮ってきます。綺麗でしょう、ね、でお花もちゃんとね、お花の先生でもありますから、お花もちゃんと入ってるし、なかなか綺麗なディスプレイをねやっぱり蔵の中でされてました、はい、というのが一つ目の話題で、でね去年はここの新見の御殿町のひな祭りとこの三幸さんの新酒祭りがかぶったので行けなかったんですけどね、去年はね。でも今年はちょうど1週間ずれたので無事行ってまいりましたし、お酒も買ってまいりました。よかったですね。はい、でねこの三幸さんに行って、で新見に帰る途中にちょうど信号町通るじゃないですか、鉄線まで行くのにね。で山の方をほっと見るとですね、信号城がクラブ
の山に平松さんの車を発見したので、はい、寄ってきたんですよ、新五条桜に久しぶりに、はいはい、ということで次はあのこの当日日曜日に取材した分なんですけど、ちょっとまだ新五条馬クラブの今ということで、ちょっとまずビデオをご覧ください。はい、この日も天気良かったんでね、暖かかったです。ものすごく暖かかったんですよこの日。15度以上あったんじゃないかな。なんか馬たちもね気持ちよさそうにしてました。はい、平松さん登場。マスクしてますけどね、花粉症かな。僕も花粉症大変なんですけど、マスクしてましたね。してありますね、そうなんですよ、全員というかね全部の馬さんはあのこの日は運動させてもらってました。前行った時はねネオンだけをね平松さん運動させたけど、ほらでは男性がいるんですよ男性が。本当ですね、はい、この後男性登場します。前は平松さんしかいなかったけど、ね男性若い男性2人がねあのお手伝いに行かれて、ほらほら馬房の掃除をしてこの下にこのおがくずみたいなやつを引くんですけどね、あの馬の寝床のところにね。で若者が2人テキパキと作業してるんですよ、はい、こういう力仕事をねこの若いあの男性2人がやって、で平松さんはこの横でこう鳴らしたりしてね、で3人で共同してあの厩舎の作業をされてました。あとこうなったりだから活気がありましたよ、ね、これネオンちゃんですね、わ、はい、今日もというか元気そうな、はい、美しいお顔ですね、はい、でこれがネオンの兄弟って言ってました、はい、弟かな、なんかあそうですね、そんなこと言われてましたね、はい、で今ねこれ洗ってあげたからってなんかヒーターを用意した。でこれねこれねなんか貧乏ゆすり一緒なんですって、気持ちいいからって動いてて、ネオンがちょっと日向ぼっこというところで、はい、顔をね顔出してたんですよ。これ後ろから撮ってるんですよ。可愛いですね。というまああのこの日曜日の新五条馬クラブの様子だったんですけど、なかなかあれでしょ。馬も天気が良かったからあの馬場でねみんなあののんびりと気持ちよさそうにしてたけど、何よりほら男性2人がテキパキと動いてて、それが良かったというか、なんかね活気がありました。で、あの子たちは、あの子たちに言っちゃいけない、あの若者2人は何なんだろうと、はい、いうことで、ちょっとこの後インタビューしてますので、ね、ちょっとインタビューの方をご覧いただきたいと思います。久しぶりに新五条馬クラブやってきました。平松さん久しぶりです。あ、久しぶりです。今日はなんかあの男性2人と一緒じゃないですか。あ、手伝いの強い味方が強い味方が若者たちが いつもあの馬とばっかり言うかと思ったら、たまにあのに人間どうもいるんですね、ここで。でも基本はネオンですから、ね、おまけです。あ、おまけです。はい、ちょっと紹介してください、こちらの方が高原くん。高原さんです。はい、今年で24になります。24歳の高原さん、はい、と中島くん。中島さん、はい、はい、今年で28です。28、はい。あの観光協会の中石さんの友達が僕です。あ、そうなんだ。僕です。知ってますか。つながってる。いや、うん、中石いちかさんはうちのチャンネルよく出てもらうんですけど、むちゃくちゃよくしております。で話してたら、いや同級生の友達があのここへ手伝いに来てるんだ。 あなたのことだったんですか。はい、むちゃくちゃ元近所です。じゃあ信号町、みんな信号町。僕もともと信号町で今新見出てます。そうですか。 あなたが、はい、そうです、はい、そうですか。それどのぐらいなんですか、あのお二人手伝いに来られてるのは。どのぐらい前かな。関わりがあるのは小学校6年生もっとしたで、中学卒業です。卒業ぐらい、はい、中3ぐらいの年からずっと、だからこんな頃から知ってはいるんですけど、遊びに来てる感じです。で、まあ本格的なのはつい最近、つい最近本格的お手伝いは週に最低でも1、2回、1か2かですね、うん、ということは何もう10年どころじゃないんですね、ここへ遊びに来て。関わってからはもう15年とか、もう関わりがあるって言ったらそれぐらいです。ずっとですね。でその遊びに来だしたきっかけは、遊びに来だしたきっかけは何なんですかね。遊びというか手伝いかな。まあ、私が一人で
大変じゃっていうのをちょっと言ったんですか、まあ、手伝いはそうですねいやお父さんと一緒に来たりとか。あ、そうですね、うちのお父さんが昔ここの手伝いをちょっとしとる時があって、それでなんかもう僕もついでにこう遊びに来るみたいな感じ でそのままずるずるとお手伝いにしてます。で中島君、中島さんはもうずっと餌と、ずっとここでいてもう7年か8年ぐらいは。そう、同じようになんかお父さんと一緒に遊びに来たみたいな。そうですね、そんな感じで。餌は、まあ、いい、彼が朝晩やってくれてました。朝晩、はい、朝晩毎日毎日で、なんか湯野とか行ってましたよ。はい、家は湯野です。湯野から通ってるんですか。はい、結構ありますよね、ここまで。結構あります20分で聞かないですね。そうですね、まあ20分ぐらいで。うわ、まあね、岡山から来る人ね、片道2時間、まあ、湯野はまあ近いんでしょうけど地元の人ね。そうそう、すごいな、ここの乗馬クラブは。バリエーションが多いですよ、はい、何でもありますでもさっきもなんか馬糞を片付けて、そうですね、らっしゃったし、あの重機とかがすごい得意ですね、重機関係がね。ああ、森林組合、まあ森林組合まあ木聞いたらですけど、まあ、そうなんだ。でもみんな馬乗るのは得意なんですよね。僕はもうほとんど乗ってないです。乗ってないけど、小学校ぐらいの時からもうほとんど乗ってないです、うん、けど、じゃあ何、片付け専門です。もうあの、まあ、お手伝い専門、いろいろすごい、ちょっとこう縁の下のこまからも、まあ、雑用的な力持ち。いや、僕もあの雑用に手挙げてて、あら、そうでした ね、はい、言いながらちょっと腰が痛いから聞かなくて、また教えてくださいもういくらでも手伝ってください。あの、いろいろいろんなことを若い期吸収してやってくれてますので。でも長島、はい、中島さんやったら、うんうん、は乗るんですよね。あ、乗ります。はい、でけど最近あんまり乗ってない。でも平松さんと一緒に平松さんと一緒に馬を運動させたり、そうそうそう、運動したりはしますけど、今日久しぶりに会場に行ってきました。今日はちょっと会場に、久しぶりだったんだ。久しぶりですね、うん、あの中島君も一緒にっていうのはね。この人大体ネオンに乗るためだけでね。そうです、でネオンを掃除するためだけで、もうネオンの、そうですね、相場で、ね、もうどうなんですかそれ、あの他の馬からしたら。私の自由ですよね。もう自由ですよ、ここ自由です、ね、ここは自由ですよ。もうできることをできるだけやるっていう感じで、そうそう、やれる時にやりたいだけやるっていうサービス精神でみんなやって。あ、まあでも安心しますな、ちゃんとあの人間の、人間も一緒にいるんだと思って。人間関係、人間関係、馬関係の方が得意ですけど。一人できてね、ずっともう馬の世話だけあのしてるんかなと思って心配してたんですけど。まあ、ありがとうございます。ご心配をおかけして申し訳ございません。ちょっとあの人間らしいここで一面が暮らしもあったんだなと思って。まあ、見れましたか。そうですか。そう思われるんだったら来てください。あ、来ますよ。来てください。あったかなったし、はい、来ますけど。来てください。まずは小早川さんのところに顔を出さないといけない。あ、そうですね。お師匠さん。そうか。じゃあ、まあ、結構じゃあ毎日来てるのと、週に2日ぐらい来てるのと、で、週に2日、週に4日、あ、自分4日か。はい。1日4日。じゃあ、もうこの3人で、ここは持ってるんですね、馬さんたちはね。まあそんな感じじゃないですか、ね、今関わってるのは今のところはほとんどそのぐらいじゃないですかね。あ、安心した、一人じゃないですか、ね、感じですね、はい、じゃあますますの、そうですね、馬たちの生活がね、ご発展を祈ってますんで、はい、じゃあ何らかで関わりたいと思って、ご協力の方お願いします。はい、はいはい、ありがとうございました。手を止めて、はい、ありがとうございました。はい、見ていただきました。どうでした？なかなか活気があって、はい、なんか和気あいあいと3人すごい仲良しな感じが伝わってきますね。そうなんですよ、本当ね、いい若者たちでね、なんか嬉しかったですけどね、一緒に話しててもね。うん、しかもみんなやっぱりなんかボランティアじゃないですか。そうです、そうです、そうです。別に あそこ あのあそこでなんかどういうのかな、あの働いて、皆さん別に仕事があってね、でボランティアであそこをあの手伝われてるんですけど、あそこの新吾乗馬クラブの小早川さんのところの馬っていうのは全国のほらお祭りの方に行くのがあの、まあ
ね、夢というか、まあ、それがあそこの乗馬クラブの、まあ、あの収入源というかなんですけど、うん、まあ、もちろんあの土下座祭りでもね、あのあそこの馬が歩きますけど、うん、近隣のその広島のお祭りから何から全国にあの馬を出されてるわけですけど、うん、なんとね、実は今日金曜日でしょ、うん、今日立ってるのかな、あの奈良県の、うん、あの春日神社にの祭りに、馬を出すということで、うん、ネオンじゃないらしいんですけど、ネオンの弟かな、うん、なんかを連れて、もうねそろそろですよ、今晩旅立つらしいですよ馬と一緒にあの若者2人が、はい、で奈良までずっと運転していって、で土日のあのお祭りで馬をちゃんとほらあの綺麗に着飾らせて、うん、馬引きして、でまた日曜日戻ってくるんですって。津山さん一緒に行きましょう言われて、いやちょっと急に言われても今週は仕事かなとか言って断ったんですけどで、なんかね話を聞くと、この3月の奈良のあの春日の祭りで始まって、秋の終わりにまた秋祭りがあるんですって。同じく奈良の春日神社、春日大社かな、でそれで、1年の締めくくりということ で、うん、で最初にあの奈良へ馬出して最後も奈良なんですって言って、あひょっとしたら秋はちょっといかんといかんのかなと思ったりね、すでにそんな感じの話してたんですけど、本当ね、あの馬房の掃除をするだけじゃなくて、そういったあの乗馬クラブの仕事の手伝いもされているということで、だからあのいろんなことやってますと、縁の下のあの力持ちですというふうに紹介を平間さんがしてたけど、本当ねいろいろ大変みたいというか、 でもねあの二人本当馬好きなんですよ、平間さんと一緒で。平間さんはネオンが好きで、彼らは本当に馬が好きで、だから別にあの苦にならないというか、喜んでなんか馬の世話に、まあ、通ってるという話を聞いて、ああいいなと思ったんですけど、ね、なんかその乗馬クラブって言ったらこうどっかが経営してて誰かが飼育係 で、うん、なんか仕事でこんなことしててっていう、そんなのがまあ一般的なのかなと思いますけど、うん、なんか本当にもう好きだからやりたいことをやっててっていう、なんかだからこう馬も伸び伸びと、そうそうそう、馬もね、馬のことは本当あの、うん、自分たち世話してるから、うん、あのちょっと V の中でも出てきたと思うんですけど、ちょっとね足を引きずるような歩き方したら、あなんかちょっとおい、お前大丈夫かとかで、なんか足ちょっと痛いんかなとか言ってみんなでしたり、で結構やっぱりあの観察をちゃんとしててね、あの本当ケアしてるんだなというような感じで大事に、うん、単に餌やったりいうだけじゃなくてね、本当に可愛がってされてたんで、いいなと思ってね、そうですね、人間と馬のいい関係が、うん、であの長島君の方は、うん、あの馬に乗ってるんですよ、うんうんうん、であの日もあの2人であの外場というのは あそこの馬場の外へね出ていくんですけど、うん、あの出て行って、でも久しぶりに乗った言ってて、あの高原君の方ですよ、小学校の時に乗ったけど最近乗ってないって言ってて、うん、でその話を実はあの観光協会の中石さんに聞いてきたんですけど、かつてあの彼ら彼女らの頃は小早川さんがあの信号の小学校に授業で馬を連れて行って、で馬と触れ合うというような機会があったんですって。で今はねよくあの広島の方だったらホースセラピーとか、あの小学校にあの馬を連れて行って馬と触れ合うというのを授業でやるけど、かつてはなんかあの信号ではそういうのをやってて、でその時に小学校の時に高原君はその学校で馬と触れ合って、でそれですごい馬のことがあの興味持ったんだっていうのを長石さんから聞いて、でその時は乗ってたけど、という、うん、その時乗ってたけどなんかちょっとねあのいろいろあったみたいでね面白いことで、それからそなんかそういうことあったんですよっていうようなエピソード聞いたんだけど、であの今日のやり取りですよ、 V の中の聞いてたら、いや小学校の時乗ってたけど最近乗ってないって言って、まあそこの話もまあ通じたんですけど、まあ、彼女に聞いたら、いや高原君は本当にもうその小学校の時に馬が好きになってとか、で彼はずっとあの
遊びに通ってて今でも馬の世話してるんですよっていうのを聞いたんで、うん、へえとか思ってね、うん、今ほら新見では千屋牛がいろいろいろんなお家に行って千屋牛とも食べてやっぱりねああいう大きい生き物と触れ合うというのは、まあ、犬とか猫もいいんですけどやっぱりあのおとなしい動物だし、うん、なんかどういうかなそのあの生命というか本当なんかあの人間以外の大きい動物 の, その命とかそういうなんか精神だったりとかそういうのを触れ合うというのはなんかねやっぱりあの成長につながると思うんですよね子供もね、うん、で大人だってあのそういうのが癒しになったりとかもあるし、うん、なんかいいことだなというふうに思いましたけどね、うん、まあようなことがちょっと日曜日には、はい朝からお酒を買いに行ったら午後からちょっとこういうね若者たちと、はい、あの乗馬クラブで馬の話をあのして帰りましたけど、本当ねこういうあの新見でも若い人たちがなんかこの地元でこういう活動をしてくれてそれによってまた新見からねこの新見の馬が奈良に行ってお祭りが成立するとかねなんかいいじゃないですか。うん、はい、そうですね、うん、なんかこう役に立ってるというね。あそうですね、うん、なんかしなきゃいけないっていうんじゃなくて自分からそういう取り組みとかをいろいろしてる若者たちは結構いらっしゃるですよね、うん、新見の中に、うん、その大きく取り上げられるようなものではないし、まあ、どれだけの方が知ってるかっていうのもありますけど本当に結構あのいらっしゃる、うん、なんかそういう方とかがもっとこう活躍どんどんしていけたらもっとこう元気に街も元気になるのかなっていう感じがしますけどね、うん、まあね、今あの、うん、少ない人数でやってるけど本当は誰でも手伝えることじゃなくて本当に馬のことを分かって、うん、馬好きじゃないと あの、ああいう仕事はできないと思うんですけど、うんまあ、逆に怪我したりもするだろうしね興味本位でかかっちゃいけないもんなんでしょうけど、うん、でもやっぱりあの彼らみたいなあの人たちがやっぱりこのね、うん、土地でやっぱり頑張ってもらいたいなというふうに思います、うん、で最後にちょっとささっとあの見せたいんですけど写真をねこれこれなんかねさっきビデオの中で出てきたけどこのネオンがねあのまったりまったりしてるんですよなんかねこれがね可愛いというかねなんかもう撫でてあげたいというかね癒されますよねよくあの高速道路とか通ってるとあのこの反対側にねあの首出して馬が見えてますけどこれ逆なんですよ高速道路と反対側なんですけどちょうど火が当たってねいやいやいや癒されました皆さんこのネオン の, あのまったりした顔を見てあのまた逆に癒されてほしいなと思いますけど、はい、ということで、はいはい、今日も30分経ちました、はいはいじゃあこの辺で今日も失礼いたします。また来週お会いしましょう。さよなら。御殿町新見にはどこか懐かしいふるさとに帰ったようなぬくもりと時間が流れています。新名物、醤油だれの和そばの焼きそば。お抹茶とぜんざいの、茶寮御殿町新見。